もうすぐ死ぬと分かっていたら何をしますか。何書いてるの。天国、私もうすぐ死ぬの、あと半年で。ガーベラ、花言葉が希望なんだって。ありがとう。アキト君がどんな家族を持ってどんなおじいちゃんになるのか天国から眺めていたいから。君は長生きすること約束。一日でも一分でも一秒でも一緒にいたい。また今度にしましょう。今度なんてないから。お母さん、自分がちゃんと送り届けるので。もう少しだけこの電話切らないで。切らないよ、花火が終わるまで。最後の花火に。しっかり。春菜、起きてよ。ねえ、私たちはきっと出会うためだけに生まれてきたんだよ。残された時間を彼女のために使うんだ。余命1年の僕が余命半年の君と出会った話。